立てるな。手裏剣術。刃が血を欲し、便利だな。俺の仕事だ。突入する、うん、ちゃんと動くわね。剣術。素敵なメロディー。待って、今の聞こえたの？私が鳥の声真似をするよ。うまくいくよ。こそこそと。ほらね、うまくいったでしょ。悪くない。その罠は誰が作ったんだ？私が自分で作ったんだよ。ほう、そうか。静かに。さしあし。怒らせると危険だ。それをうまく利用したか。傷つけないで。どうしよう。いや、ちょいとつくだけで十分だ。一旗目完了。怠けた荷馬車だね。上には誰も注意を払っちゃいない。飛び乗ってやろうよ。悪い策ではない。よっと。筋がいい。誰に教わった？野良猫さ。野良猫か。美しい石だね。なぜこんなに時間がかかる。崖から身を乗り出すのが好きな石。誰かが下を通りかかるのを待っているのかもね。今ならどこだ。俺が使うような言葉ではないが、まあ、原理は同じだ。集中しろよ。し、静かにね。見つけてやるからな。出てこい。二旗目完了。突入する。こうじゃなくてジャンプして登るの。水のように動け。ひどい事故だ。突入する。そう、静かに。近道を切る。道はまっすぐとは限らない。手裏剣道。私にも一つちょうだい。絶対にダメだ。どうして？よし、行くぞ。手際いいんだね。まあ、大人だからな。音を立てるな。水のように動け。静かに。進捗は？ちょいとうますぎるんじゃないのか。どういう意味だい。なんでもない。あと一人。道があったと思うけど、どこだっけ。教えろ。あそこの荷馬車が見えるか。大砲が乗ってるやつだ。お、車輪が止められてるね。自由になりたがってるよ。ならば止め具を破壊するべきだ。できるわよ。難しすぎる。ゆっくりと。突入する。今ならどこだ。あと4つ。次は象の場所で無限に合図を送らねばならん。無限って誰？すぐにわかる。手裏剣が使える。手に入れた。簡単ね。音を立てるぞ。今のは何だ。
いただくぞ。頭を下げろ。